新入社たちの晩餐は、バカリズム脚本の新作ドラマ、2023年に大ヒットした、ブラッシュアップライフと同じスタッフが制作していると聞いて、期待していた人は多いのではないでしょうか。新入社たちの晩餐は、ある豪邸に侵入して、金品を盗み出そうとする女性が主人公のピカレスクロマンですが、SF だった前作、ブラッシュアップライフと同じような構造を持っています。ブラッシュアップライフは、平成を舞台にしたタイムループものでしたが、主人公は平凡な女性でよく生まれ変わるために人生をやり直して徳を積むことに励みます。なので、時間 SF といっても非日常的なドラマは否定され、常にゴミを拾うとか、身近な人の日常的な問題を解決するのが主。なので、主人公は SF 的な仕掛けによって人生の様々な可能性を転生するごとに味わうわけですが、結局同じ日常に回帰していく作劇にしています。カフェやカラオケで友達と過ごす時間を最大限魅力的な瞬間として描きながら、侵入者たちの晩餐が同じような構造を持っているというのは、邸宅に侵入する主人公たちの非日常的な犯罪が早々に終わるから、要は非日常的な犯罪サスペンスではなく、非常に凝った日常会話を通して描かれる、登場人物たちの視点に魅力があるコメディ、物語も日常のコメディに帰着します。このチャンネルでは、コンテンツ探偵メタが新しい古典を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。まず、侵入者たちの晩餐の物語の概要を紹介します。本作の主人公も平凡な女性、田中明子、菊池凛子は家事代行会社、スレーヌで清掃スタッフとして働いています。バツイチで今は独身、子供はいませんが、スレーヌの待遇も良くなく、楽な生活ではありません。スレーヌは元グラビアアイドルの藤崎夏美、白井姉妹が経営しており、社長は大変羽振りが良く、代官山のマンションに住み、日々豪勢な会食です。そんな折、明子は同じく、スレーヌの料理代行スタッフとして働く小川めぐみ、平井若美から社長が脱税した金を自宅に貯め込んでいると聞かされます。そこで、めぐみのヨガ友達、江藤かなえ、吉田洋も誘って盗みに入ろうと、こうした主人公たちの盗みに入る経緯はドラマの序盤。ドラマでは脱税した金品が見つからずに、3人は諦めて帰ろうとするところに、全く異なる侵入者たちが現れ、さらには社長まで帰宅することによって、話がどちらに転ぶかわからないスクリューボールコメディとして設計されています。先に触れた通り、侵入者たちの晩餐は、ブラッシュアップライフと同じように、主人公たちは早々に日常に帰っていきます。結果的に、犯罪によって得たお金で目標を叶えるのではなく、友達と食卓を囲う晩餐を魅力的に描くことで、日常を輝かすドラマです。ただ、一点興味深かったのは、こうした日常シーンと、犯罪の接近。明子ら主人公たちも、人助けだったら犯罪に手を染めることはやぶさかではありません。こうした日常を維持するために、犯罪のような非日常に流れるのは、実はリアル。昨今、ルフィ事件で有名になった闇バートは、すでに2013年の鈴木大介振込犯罪結社に紹介されています。犯罪結社と聞くと、具体的な反社会的組織が事務所を構えて存在しているように感じますが、後世の犯罪結社は高度にネットワーク化しています。匿名流動型犯罪グループというやつです。一つ先の人間しか知らず、お互いはプロジェクトごとのつながりになっています。これらの一人一人がネットワークのノードとして様々な犯罪を言っています。侵入者たちの晩餐のように現場で初めて会うことも珍しくないでしょう。また、こうした犯罪者は、犯罪によって外のものから奪うことには迷いはありません。むしろ、金を持っている人から奪って何が悪い、というように善行だと思っています。一方、家族や友達といった身内には優しい、良い人が多いそうです。明子たちが友達同士の晩餐を楽しみながら、知らない男には非常なように、侵入者たちの晩餐は2時間ドラマながら、こうした今の日常の楽しさと、危うさのアンバランスが味わえる作品です。